今日は7連敗を止めに楽天生命パークにやってきました。今は 5時前です。雨が降ってます。1時間あるので観覧車に乗って時間を潰します。どうぞ。観覧車に乗りに来ました。このゴンドラは岸投手のゴンドラです。ここにたくさんの騎士がいます。お乗りの皆さん、ようこそスマイルグリコパークへ。こちらもです。楽天駅のパーソナリティー柳裕介です。あ、柳さんが喋ってる。皆さんが乗っているのは日本で初めてプロ野球の試合を見ることができる観覧車。1年ぶりに乗りました。去年は確か松井裕樹さんのゴンドラに乗りました。そして全体の街並みをお楽しみで戦う騎士の選手。てっぺんにもうすぐ着きます。てっぺんに着きました。そうディフェンスのサプライズを食べます。温暖回りになります。なんかカレーの味する。お肉がうまっ。都会から内幕の手、おーおーショート背番号66フラワーシーいつき。満塁ホームラン。厳しい厳しい。ファールかなって思ったの。結構ギリギリだったの。でももう勢いは絶対スタンド入るって感じだったんだけど、満塁ホームラン。満塁ホームランきつい。雨も強くなってきたのでポンチョ来ます。満塁ホームラン打たれた後もワンアウト1・3塁のピンチです。西川龍馬選手のタイムリーで今5対0。2回のね表始まってね30分ぐらい経った。 なんか調子悪いんかな。あと雨がすごい。ゴゴーがめちゃめちゃナイスキャッチしてくれたのでなんとか2回の表が終わりました。ナイスキャッチナイスキャッチ。2回の裏は三者凡退でした。あと攻撃が7回あるので反撃します。宗佑磨のエンタイトルツーベースで6対0。さっきね入江くんがねエラーしたんだけどね結構それ取ってほしかったやつだった。結構ちゃんと取ってほしかった。その後の送球もちょっと怪しかった。3回終わってまだ1本もヒットを打てないまま0点です。もう禁止なんだけど1本でいいからヒット打ってほしい。まず塁に出てほしいです。ツーラン、セデーヌのツーランで8対0で早川がもう今ので91球とかだからこの回までだろうなって感じですね。早く終わってほしい攻撃。進塁打だから今のは
ワンアウト三塁だもん。2点欲しい。タセミがデッドボールでワンアウト一三塁です。アザムラホームランだ。頑張れ。8点取れた。あと7点取ります。頑張れ頑張れハルト、頑張れ頑張れハルト。坂井ハルトくんです。ユキヤ、ファーストユキヤで、キャッチャーが安田優馬に変わります。頑張れ。いいダブルプレーを見ました。よくやったー。サーレイリーエラーのミスをバットで返しました。えらい。サーレイキーヤー頑張れ。何打つおまじない。何打てるおまじない。かけてんの。かけてる。ユキヤにかけたから。ユキヤにかけた。私のおかげ。私のおかげ。そうですか。いやー、それ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 。ファイロン中島いけ。おせおい。さあ、突撃。結局1点も取れなかったってこと？ということですね。ということですね。また降ってきた。5回の裏はワンアウト1、2塁のチャンスだったんですけど、三振とゴロで1点も取れませんでした。ワッピそんなに負けてるのにワッピーが出てくる。頑張れ頑張れ頑張れそうた、頑張れ頑張れそうた、頑張れ頑張れそうた。ララ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 ラ。私マスターのホームラン。マスター。さあ、さらに奥2回目。せーの、マスター。ラオウが代打で出てきた瞬間、めちゃめちゃ滝みたいな雨が降ってきてマウンドの土を入れています。めっちゃ降ってるの、わかるかな。伝わらないね。あ、選手たち立ち立ちめっちゃ可愛い。ちっちゃくなって、ちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっても当たるのは当たるんだけどね。あ、でもグローブ守ってんじゃない。あ、そうかも。ほら、中島くんもグローブ下に向けてるし、みんなしゃがんじゃった。みんなしゃがんでグローブを守っています。
や、そうだよね、うん、この雨きついよ。いや、一回さ、土入れの時考えちゃダメなの、ね、戻ってくる方が大変なんじゃないか。あ、そっか。なんか、これやるのか、やるのか。スマホが壊れそう。中島選手、声かけんな、声かけんなよ話しかけるなよ。怪我だけは気をつけてよ。そしてこっち浮くなよ中島くんも。中島さんで引くなよ。みんなで中島選手に。あ、待って、レンズに切れちゃった。いや、どんどん強くなって。やばいやばいやばい。みんなで中島選手に話しかける謎時間。中島中島なんでだよ。中島くんにみんなで話しかけてみようの会が始まった。やばいやばい、待って、めっちゃ濡れる。待って危ないって。雨がひどすぎて試合が中断してしまいました。さつみがダッシュで戻っていきました。面白かったです。一番早かった。怖かったね、うん、みんなジェット風船膨らませてたのに7回だもんね。しぼませてるみんなちょっとずつ空気抜いてってるせっかく膨らませたのに。雨で中断してるので今シーズンの好プレー集が流れております。すごい、あのモチベを上げよう。少しでもいいシーンを見てモチベーションを上げよう。7回表ワンアウトを持ってフォール5分後8対1でオリックス・バファローズの勝利でございます。天候が回復しなくてコールドゲームになってしまいました。8対1で負けも雨が降っているのでテニスで雨宿りをしてます。明日は勝てるように応援頑張ります。バイバーイ。